これは芝居のずれたおっさん3人の壮大な無駄話。我々まだまだ富士見町のこと分かってないんですよ。まあ新参者ですからね。マンション買って犬飼ってこの町のこと分かった気になっていたけど。あれと一緒ですよ。お二人山手線で全駅降りたことあります？あるんじゃないですかね。ああ私ウグイス谷ないな。え、そんな駅ありましたっけ？私降りてない駅4つもありました。なるほど。通って知った気になってはいたけど実はただ通り過ぎてるだけってことですか？そういうことです。うんちうんちうんち、あ、来たねーなー。あぶねー、最近多いんだよな。くそなんですかねこの感じ。我々と思われましたか今。まったく犬飼ってる奴らはって心の声聞こえましたね。理不尽極まりない。しかし感じてしまう罪の意識、それは中国人観光客のマナーの悪さに憤る心ある中国国民と一緒ですよ。かといって他人の糞をわざわざ拾おうとも思わない。万引きを目撃したけど知らんぷりすると同じですね。それちょっと違うでしょ。芝公園。